皆さんこんにちは、バシです。本日は1月22日、現在時刻は10時23分です。私は現在ザグレブのバスターミナルに向かってるんですけど、そこからバスに乗って同じクロアチアのスプリトという街に行きます。だいたい5時間ぐらいです。今気温はマイナス3度なんですけど、もうだいぶ寒さになれましたね。ザグレブは内陸部ですけど、スプリトは海岸沿いの都市です。おそらくかなり雰囲気が異なると思います。どんな街か楽しみですね。さあ、バスターミナルに到着しました。まだ出発まで30分ぐらいあるので、ここで待ちたいと思います。さあ、出発10分前に到着しました。フリックスバスです。前回同様ネットで予約しておきました。それでは乗り込みます。途中のパーキングエリアでなんか15分休憩ありました。今2時間乗った後ですね。残り3時間ぐらいです。ここパンとか売ってたり、あとトイレも普通に無料で使えるんで助かりますね。さて、現在時刻は16時13分です。無事スプリトに到着しました。そしてこのバスターミナルの向かい側はこのようにアドリア海が広がっています。綺麗な夕日が見えてます。こっから宿までは歩いて25分ぐらいなんですけど、まあここで日の入り見てから行きたいと思います。さて、日も沈み切ったところでこれから宿に向かいます。気温はさっき到着した時が14度で、今は12度です。だいぶあったかめですね。さて、無事宿に到着しました。入ってチェックインしてきます。今回10人部屋のドミトリーで1泊1600円ぐらいです。ロッカーも結構大きくてですね、バックパック2つ入りました。トイレとシャワーは別室にありまして、シャワーヘッドは取り外し可能です。近くにスーパーがあるので、ちょっと食材だけ買いに行きます。あの宿はですね、あんまり綺麗とは言えないですね。若干変な匂いもするんで。ただまあ1泊1600円で、そこまでこだわらないって方なら全然いいと思います。朝食はついてないです。宿から徒歩5分ぐらいのところにそこそこ大きいスーパーがあったので、ここで買いました。食パン 500g と卵10個と玉ねぎみかん3個ずつで、4.93 ユーロ、まあ、ほぼ5ユーロですね。で、まあクロアチアはちょっと卵とかパスタとかその辺はイタリアと比べると高いですね。パンもそうです。ただまあフルーツとか野菜は相変わらず安いです。みかんも玉ねぎも1キロで 1.3 ユーロとかです。かなり安いですよね。今日は宿で編集するので、街中は明日か明後日に出たいと思います。さて、本日は1月25日、時刻は午前11時31分です。これから街中をブラブラと散策しながら紹介していきたいと思います。今通り過ぎましたけど、これスプリトのサッカーチームのロゴですね。今首位です。今日気温はですね、10度と結構あったかめです。日差しもまあそこそこあったかいです。今回の宿はですね、ちょっと中心地から外れてまして、このような坂道を登ったところにあります。今中心地に向かっているので坂を下ってます。で、この坂がね結構長いんですよね。で、まあまあな坂の傾斜なんで、ちょっと重たいカバン持ってたらしんどかったです。まあそれでもサンマリノの坂には全然及ばないです。それよりは全然マシです。さあ、ここはパブリック広場というところですね。もうすぐ海近くなので、前にアドリア海が見えてます。で、この広場の横側にはいくつかレストランがあります。今歩いててすごい魚の匂いするなと思ったら、ここに魚市場がありました。おこぼれを狙った鳥たちが何羽かいます。ちょっと中に入ってみます。さすが海沿いの街ですね。魚の種類がすごく豊富です。スプリトの旧市街はこんな感じで入り組んでて迷いそうですね。道も細いです。この広場にあるこの建物は旧市庁舎です。建設はなんと15世紀だそうです。
さあ、スプリトの中心地にあるこちらはディオクレティアヌスの宮殿です。3世紀末にローマ帝国を率いたこの帝王は305年に退位しまして、その後に生まれ故郷に近いスプリトにこの宮殿を建てました。この宮殿は3つの門に囲まれてまして、1つが鉄の門、1つが銀の門、そして金の門です。まあ四角形で、海の方は門がついてないそうです。さあ、銀の門をくぐった後はこのようにマーケットにたどり着きます。野菜果物以外にも豆類だったり蜂蜜だったり肉だったりいろいろ売ってますね。あとはチーズも売ってました。クロアチアってなんか蜂蜜有名らしいんで、ここでお土産買うのもありですね。ちょっと奥に行くと洋服も売ってますね。このマーケット結構昼間でもいろんな店開いてるんで楽しめます。なんか今宮殿の隣でテレビ撮影ですかね、何か行われています。宮殿の隣にはこのように下に入れる場所があるので入ってみます。なんかこの下には結構このようにガラス張りのケースがいっぱいあるんですけど、なんかこれといって特になんかあるわけでもないですね。それも1個2個の話じゃなくて3個4個5個、そしてこっちの奥にもケースがあります。そしてここのケースはユベントスの旗で覆われてます。ここの担当してる人わかんないですけど、絶対ユベントいいのでしょう。このちっちゃい点々も実はユベントスのロゴでした。そしてですね、この奥は有料でもっと内部を見られるそうです。そしてここを通り抜けるともうアドリア海のすぐ目の前に来ます。今1時間半ぐらいスプリトぐるって回りましたけども、ちっちゃい町なんですぐ回れました。でここはやっぱり冬じゃなくて絶対夏に来るべきですね。ビーチの方が楽しめると思います。この道はリバというところでレストランが立ち並んでいます。今ちょうどお昼時なのですごい賑わってます。このリバはですね、バスターミナルだったり鉄道駅にすごい近いので、頑張れば日帰りでも全然楽しめます。テラス席からはこのような綺麗な眺めが見られます。今この辺の店の値段ざっと見てきましたけど、やっぱザグレブよりはちょっと高めに設定されてます。でおそらくまあ予想ですけど、クロアチアでまあ有名なドゥブロブニクはもっと高くなると思います。海の水はそこそこ澄んでますね。それでは今から奥の丘に登ってスプリトの街を眺めたいと思います。ここちっちゃい魚がいっぱいいます。画面越しで見えてますかね。上はこんな感じで階段登っていきます。すごい、このお家家でみかん栽培してはります。今旬なんでめっちゃ美味しいんじゃないですかね。なんかここめっちゃ日本の神社みたいじゃないですか。ここだけパッと見たら、あれクロアチア日本ってなる感じがします。まあ上行くんで当たり前なんですけど、ひたすら階段です。これここ下の自然の岩の上に立ってる家ですかね。岩の上にレンガがあって、その上に立ってるようです。
ちょっと怖いですね、これ。それにしても今日めっちゃ暑いですね。今多分12、3度あると思います。つい3日ぐらい前までマイナス何度のザグレブにいたんですけど、一転して暑いです。ここ、こういう植物日本じゃあんまり見られなくないですか？なんか、まあ、少なくとも私は見たことないんですけど、一方でですね、こっちはよく見覚えのある木です。松ですね。松ぼっくりがついてるんで。そしてここにはサボテンがあります。今登ってたら野生の猫ちゃんいました。こっちにもいますね。これ植物に落書きしてあります。2023年の10月ですかね。もうちょいで頂上に着くはずなんですけど、最後の最後でとんでもない階段来ましたね。多分これは314段あるってことですかね。これは2006年に書かれたんですかね。18年前です。なんかこの床は手形だったり猫の足跡もあるんで、コンクリできてた時に書かれてそのまま残ってるんですかね。さあこの辺で階段終わるんですけど、ここの広場っぽいところがもしかしたらてっぺんですかね。さあ到着しました。これがてっぺんから見たスプリドの街です。ゆっくり登ってだいたい1時間ぐらいでした。ただ手前にはこのように国旗がついたポールがあったり、ワイヤーが張り巡らされていたりと、ちょっと景観を損なってる気がします。スプリトはこのように山々とアドリア海に挟まれた町です。奥はこれ屋根がオレンジのところが旧市街で、その奥は普通の町ですね。高いビルも結構あります。こっちは北側なんですけど、このように山々が連なっています。ザグレブから来る時もこの山越えてくるんで、最後の方結構山道です。途中は高速がずっと通ってるのでそんなにグネグネはしないですけど、スプリトに来る時に降りてくる際は結構グネグネしてます。こちら南側にあるのはブラチ島って言いまして、でその奥にはフバル島ってあるのがあるんですけど、そこには船で行くことができます。フバル島の方は結構夏リゾートで人気らしいですよ。さあ、あまりにもちょっとお腹が空いたんで、降りてご飯でも食べに行こうと思います。今降りてる途中なんですけど、結構ここ猫いますね。この黒猫ずっと追いかけてきます。さあ、お昼はここで食べたいと思います。チェパピっていうクロアチアの有名なやつがあるので、それ食べます。さあ、チェパピを持ち帰りで買ってきました。海の前で食べたいと思います。チェパピはですね、この中の肉の棒のことですね。で、今回はパプリカソースと玉ねぎを追加してもらいました。チェパピ美味しいですね。パプリカソースが結構ピリ辛で、で、オニオンも生なんで、ちょっとピリッとしてて美味しいです。大きさも手のひらサイズぐらいあって結構ボリュームあります。で、チェパピ、肉もさっき焼き上がったとこやったんで、熱々で美味しいです。これパンはね、結構もちもちなんですよね。なのでその分しっかりお腹に溜まります。チェバピ食べてたらすごい量の鳩に狙われてます。ごちそうさまでした。チェバピ美味しかったです。チェバピ自体は5本入ってまして、そのうちの 0.5 本分ぐらいちょっと落としちゃって地面に、残念ながら食べられなかってもったいないことしたんですけど、量的にはね結局小腹満たすぐらいで、そんな満腹にはならないですね。まあ普通のハンバーガーぐらいです。これやっぱりピリ辛ソースと生の玉ねぎが結構アクセントで効いてると思います。それがないとちょっともさっとしてる感じがしますね。で、もう一個オプションでチーズ入れられたんですけど、今回私は抜きにしました。ちょっとまだお腹空いてるんで、このボビスっていう店でパン買います。この横にある看板なぜか上下逆さまですね。さあ買ってきました。今回なんかどら焼きの中にバニラソースが入ったみたいなパンにしました。0.99 ユーロでしたね。これバニラって言われたんですけど、カスタードですね。確かに最初並んでるのを見た時にちょっと黄色っぽいな、カスタードかなと思ったんですけど、聞いたらバニラって言われたんで、上はねちょっとだけこんな感じで甘いソースがついてます。
スイーツとしてはすごい美味しいです。これパンがカリカリでソースもね結構1センチぐらいあるんですよ。まあ味のイメージとしてはシュークリームですね。シュークリームに近いです。さっきあのおっちゃんに2ドル貸してって急に言われてちょっとびっくりしましたね。なんでユーロじゃないんやろって。まずなんか最初日本人って聞かれてそうって言ったら銀座行ったことあるよって言ってました。さて現在時刻は19時13分。今日は夜ご飯を外に食べに行きます。今日はこちらのお店で食べます。なんか今日全然空いてなくて祝日なんですかね。閉まってるとこばっかです。今回は白ワインを頼みました。全然ワイン素人なんですけどフルーツの味が強い気がします。さあ料理到着しました。今回はハマっていう魚の白身魚で 300g のステーキを頼みました。パンもついてきます。スプリットはアドリア海沿いの海沿いの都市なのでシーフードが楽しめます。めちゃくちゃホクホクで柔らかいのですぐ切れました。ホクホクで柔らかい身でめちゃくちゃ美味しいです。オリーブオイルが効いててバジルもついてますね。白ワインが進みますね。全然癖のない魚でめっちゃ食べやすいです。そして何よりめちゃくちゃ柔らかくてホロホロするので口の中で溶けていきます。海鮮料理美味しかったですね。すごく今回ちょっと宿代が安いので贅沢しちゃいました。魚の身がなんせホクホクで本当にとろけていきました。味はねハマチとかとそんなに変わらないですね。あっさりしててすごい食べやすかったです。さあ帰りに昨日のスーパーでみかん4つとスパゲッティ 400g 1.28 ユーロで買いました。やっぱり毎日外食だと高くつくので節約するとこは節約してって感じにしてます。さて本日は1月25日、明日の朝クロアチアスプリットを出発するので、まあ、本日が最終日になります。最後にチェバピだけ食べに行こうと思います。まあチェバピはチェバプチチって言って東欧料理でどこでも食べられるんですけどクロアチアで食べるのが最後になるので食べに行きます。今日も昨日と同じ店で買ったんですけどちょっと大きめのやつにして 7.3 ユーロでした。では今日は歩きながらいただきます。クロアチアの感想も一緒に。やっぱ相変わらず美味しいですねチェバピ。でクロアチアなんですけどすごい落ち着いて静かでいいところです。ただスプリットとか特に海沿いやったら夏に来た方がもっと楽しめると思います。人々も結構優しくてちょっと言語的にかもしれないですけど口調強いですけどみんな優しいです。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメント、チャンネル登録をお待ちしております。